どうも、ガリガリおじさんです。本日、ガリガリおじさんがやるのは、ダイエット中、コンビニで見て見ぬふりしたコンビニスイーツをダイエット直後に爆食いしてめっちゃ太る。バグバグバグ。シュッ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 。地獄月10連発、皆様、喉痛くないですか？さ、VLCD、本日朝終わりまして、夜爆食いさせてください。めっちゃ太らしてください。いっぱい買ってきましたよ。これ。はい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 。もう、とにかく、いっぱい買った。はい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 。全10種類買ってきました。ファミリーマート、ローソン、セブンイレブンからいろんなものを買ってきましたよ。そして皆さん、すいません。ローソンで20円引きの値札貼ってるやつは許してください。ちなみに、私、ガリガリおじさんは、食レポの能力が全くございません。なので、味が伝わるかは、全く、どうでもいいです。いろんな味の感想を聞きたい方は、食レポのうまい方、めっちゃ豊かな人のチャンネルへ、レッツゴー！夢のよう。ちょっと待って。死ぬの？死ぬの私。死ぬ前。こんなの、一人で。食ったことない。絶対具合悪くなる。関係ない。いいんだから食って一人で。私は4人兄弟の3番目でね、こんなものね、取り合いですか？戦争ですよ。こういったね、もううちの姉ちゃんが買ってきたものとかね、無断で食ってよく怒られましたよ、ちっちゃい頃。はい。これ一人で食うって、どんだけ贅沢してやったらしいんですけど、そんなことにガリガリおじさん、早く食えよ。そうですね。食べます。もう初めてですよ、こんな2000いくらも使ったのね。これらを食べるお供は、牛乳。牛乳でしょう。ああ、いいですね。いただいちゃいますか。まずはじゃあ、ファミマザメロンパン。いただきます。おー、いいにゃ。いただきまーす。あ、これ割った方がいい。そうやったことないけど。うりゃ。きれいに割れなー。いただきます。うん。うまっ。メロンパンなんて食って久しぶりだな。いや、ほんと食いてこなかったですからね。ちょっとスイーツじゃないね、これ。パン食ってるわ。うまい。いや、これもう、メロンなんじゃないの。パンじゃなくて。メロン。メロンだ、これ。バッていこうか。バタービスケットサンドのチーズ。おー、うまそう。出た。セロハン。今、探しちゃうよ。うわー、来た、なんか汁飛んだ。やーべー。うまそう。そして、行儀悪いけど、やらしてください。行かしてください。わー！嫌だよね、こういうのね。関係ないから、もう。育ち悪いから。いやー、超いい匂い、このビスケットが。いただきます。うめえ！めっちゃうめえ、このクリームチーズ系。ビスケットちょうどいいんですよ。味も硬さもめっちゃうまい。これいけるわ。次、バタービスケットサンドのレモンの方。セロハン来たよ、もう。うわーしゃー。わーお。わーお。パン。うわー、うめえ。このレモンクリームうめえ。いただきます。あ、クリームこぼれる。うめえ。うめえ、このレモンクリーム。だからこぼれる。あ、なんかレモンの果肉巻いてますね。ビスケットの感じがたまんねえっすね。マジでうめえ、これも。ちょっと食べ方気はないけど、もう気にしないでね。もう不愉快な思いしたらもうすぐチャンネル飛んでっていいんで、ね。これいこうかな。ローソンで買ったカスタードレモネーズンたい焼き。20円引き。やったね。うん。やばらけ。うん。合うな。ラムレーズン合いますわ。うんめ、柔らけ。20円引きでよかった。スミふわり、マリトッツォ、ヘーゼルチョコナッツ入り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 、ヘーゼナル、はい。募集、いや食べる。うるせえな。マリトッツォすげえ流行ってますよね、最近ね。よく、ずっと見かけてたんですよね。マリトッツォ。マリトッツォに、ガリガリおじさん、隠れる。マリトッツォから隠れる。パン。
マリトッツォだ。マリトッツォがガリガリゴジさんを追ってくるよ。いただきまーす。あんこも入ってる。うん、あんこも入ってますね。パンも柔らけえし、あ、うめえわ生クリーム。やっぱあんことクリーム合いますね。ちょっと砂糖をまぶしちゃう。ヘーゼルチョコナッツにたどり着けたかちょっと全然わかりません。すいません。うめえ。あんころ餅いきますか。かわいい。ちっちゃくてかわいい。あんころ餅。私とも同じ持ち方してますね今ね。うん。いただきます。うん、あんこだ。もちろんだけど。うまっ。ちょうどこれぐらいのサイズで3つぐらいがいいかもしれないですね。あんまりいっぱい食ってもメイクするしね。全部うまいな。ただね、一ついいですか。もうそろそろ早い。半分しか食ってない。全部俺のものなのに、誰にもあげたくないのに。ちょっと具合悪くなってきた。関係ないよ。具合悪くなって吐いても食うんだから俺は。吐くな。飲み込め。食え。よし、アンドレシノブさんがガチンコと言ってましたよ。もう行きましょう。どら焼きマリトッツォ。こっちもあんこ入ってんだね。だからマリトッツォもいろんな種類がありますね。俺の大好きなセイロンハン行かしてください。うわ、すっげえ。あんことクリームの量すっげえ。見てください、横から見てもパコーン入ってますよ。ポーン入れてますもん。いただきます。うん、うまくて死んだわ。うまくて死んだじゃない。うまくて寝たわ。うまい。あんことクリームってなんでこんなうまいですかね。一緒になってね。考えた人すげえな。ちょっとこれ変わったのいきます。台湾スイーツ五種具材の豆花。なんすか豆花って。豆花ちなみに270円です。トンファーなのか。武器ね、トンファー。うわー、杏仁豆腐みてえのに、なんかお米とパイナップルとか黒豆入ってますね。リンゴも入ってる。うわー、蜂蜜みたいな。おお、こんな感じで。すいません、見えづらいね。すいません。豆腐は何？豆腐だ。豆腐は豆腐。あ、まあまあまあ、杏仁豆腐というかもう豆腐ですね。でそれに多分さつまいもとナッツと黒豆ともち麦。あれ変わってる。ちょっと甘いぐらいで。何これ。あんまり甘いの好きじゃない人はいいかもしれないですね。なんかもういかにもおじいちゃんおばあちゃん好きそうな味。これダイエット中もいいんじゃないかな。これ裏見ないとカロリーとかわかんないですけど。黒蜜きな粉もちもち団子クリーム。いただきます。なんか違う、なんか出てきた。上から、上からじゃ下から。あ、これが黒蜜かな。いただきます。うん、これ美味しい。うめえ、うめえ。うまい。うん。うまいけど、気持ち悪い。そりゃそうだよね。こんなに食ってんだもん。うん、じゃ最後、ふわしゅわスフレプリン。おぉ、でけえ。イエス。うん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 。うますぎて目開けて寝たわ。うますぎて。うん。ただね、うまいけど、俺にはもうトゥーファーしか入っていかない。トゥーファーはめっちゃ入る。もうだが、こんなに食えないもんかい。半分ずつ食ったけど、結構もう弱音を吐いてますね、私は。ただトゥーファーだけは入る。トゥーファーだけは入る。ダメだ。トゥーファーもう入っていかない。うまいのに。すいません、吐くまで食うって言いましたけど、これ入ってやねえわ。全然太らないじゃんこれ。今日太るっつって120キロになるっつってみんなの前で言ったのに、これじゃ慣れないじゃん。慣れないじゃん。どう責任取ってくれるの。これじゃ慣れないじゃん。ガリガリのまんまじゃん。誰か止めて、止めて、このガリガリおじさんの謎の一人芝居止めて。いかがでしたか。爆食になってないね。ちょい食い、豪快に食えや、この顔のやつが。
この顔で坊主のやつ全部バリボリ食えや。37歳アラフォーのガリガリおじさん、コンビニスイーツ10種類ちょい食いしてみた。誰が見るこんなもん。年ですかね。やっぱ脂質の多いもんね、もう受け付けないもんな、体が。一口ずつでいいもんな。これはもうやっぱ気持ち悪くなるんだね。やっぱりそういう意味では衰え感じますよね。さあこれはもうね、責任持って明日の朝食いますんで、明日の朝と昼、捨てることは絶対ないんでね。私はもう食えないの分かってるから食えないのやんな。最近なんか食えないことに慣れすぎてね、食うっていうことがすごい楽しみなんですけど、やっぱ量は食えなくなりましたよね。そしてこの5日間ね、全部7キロカロリー以下で抑えてましたから、何日分食ったらって話だよね。これね、358キロカロリー。マリトッツォね。358。まあ、半分食ったよね。レーズンのどら焼きが218。で、半分ずつ食ってるから、1000から1500か、これで。だからもう、2日分食ってんだね。で、牛乳入れたらまた、あれですもんね。いや、もうこれだけで満足しちゃった。1ヶ月ぶりに、めっちゃ食ったな。いやこれやっぱでもすごいよね、カロリー脂質が半端ない全部、あと皆さんもほどほどに食べるが一番ベストですね、食べ過ぎは良くない、それではじゃあ本日はここまでにしましょう。皆さんすいません、こんな食レポが下手で語彙力のないガリガリおじさんの食べてる動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは皆様またね、ガリガリ。ガリガリだったよ、見てください。